川崎 FM 自然環境教育番組 To the Nature 始まりました。この番組は地球愛にあふれる活動をご紹介しています。ナビゲーターは舞春里です。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今夜は木でできている車を皆さんにご紹介したいと思います。名前は木丸という名前のお車です。杉の間伐材から作られているんです。木でできていると言いますと、木材そのものに釘やトンカチを使って作るのかなとイメージする方も多いかもしれません。そうではないんですよ。木丸、かわいいお名前のお車ですけれども、進化し続ける技術の証なんです。さてどんな技術が使われているのでしょうか。それでは静岡大学農学部富士の国 CNF 寄付講座特任教授でいらっしゃいまして、また並びにトヨタ車体株式会社材料技術部主査でいらっしゃいます西村拓也先生にお話を伺っています。はい、静岡大学に来ています。国立の静岡大学ですね。静岡大学の農学部さんにおきまして本日学生研究発表会があるそうです。各研究室の学生さんがパネルを展示して、研究を発表されるんですけれども、寄付講座からの展示会も同時開催されてまして、バイオプラスチックを用いた最新の超小型 BEV トヨタ車体さんの木丸に触れる機会も提供されています。まもなく始まるんですけれども、今、写真だけ撮らさせていただいてるんですけれども、木丸見つけましたよ。真ん中に木丸が展示されています。もう実際見ると、もうほんと可愛らしいんですよ。前から見た時にヘッドライトがお顔に見えるんですけれども、ほんと可愛らしくて、木丸ちゃんというか、木丸くんというかね、僕は木でできてるんだよとか、私は木でできてるのとか、もうね、なんかね、声が聞こえてくるような、今にも喋り出しそうな、喋ってる声が聞こえるようなね、可愛らしいんですよね。このお車、どういったお車なのか、西村先生にお伺いしたいと思います。西村先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。木でできた車。こちらの車、どういう素材でできているのか教えていただきましょう。これはタブウッドっていいまして、我々杉の間伐材を細かく砕いて、それをプラスチックと混ぜることでプラスチックを木材で補強した材料というのを開発しました。それを用いてできたのがこの木丸になります。杉などの間伐材を使えるということなんですけれども、杉とかいろんな木材で作ることができるのでしょうか。やっぱり自動車っていうところですと、さまざまな樹種を使ってしまうとやっぱり性能が違っちゃうんですよね。木それぞれで特徴があるので、なので我々はやっぱり杉、しかも間伐材っていうところにフォーカスして、それはやっぱり森をきれいにしたいとか森を健全にしたいとか、そういった思いがあって、じゃあそれを使おうということで杉の間伐材でタブウッドを作っております。タブウッドというのはその素材の名前なんですけれども、間伐材とそれでプラスチックを掛け合わせてタブウッドができるというようなことなんですね。その木材と組み合わせるプラスチックが、いろいろなプラスチックを使えるということですけれども、例えば植物由来のプラスチックでもできるし、石油由来のプラスチックでもできるというような。もうそれはまさに用途によると思ってまして、例えばいわゆる石油由来の通常のポリプロピレンだとかポリエチレンだとか、そういったものにも混ぜることはできますし、あとはやっぱり最近ですとバイオ素材でできたバイオポリエチレンだとか、そういったものにも混ぜることができる。さらには生分解性のプラスチック、例えばポリ乳酸みたいな、そういったものにも混ぜることができるので、あとは最後はやっぱり用途ですよね。用途を考えて、どれに一番向いているのか、性能等をよく考えて、どういう組み合わせでやるのがいいのかっていうのは、お客様とお話ししながら決めていっております。いろんなことに応用できるそうです。木丸ですとどのようなプラスチックが使われているんでしょうか。木丸は主に3つか、1つはいわゆるポリプロピレン、もう1つはバイオポリエチレンで、もう1つはバイオ PP といわれるバイオポリプロピレンという、そういった素材も活用して木丸はできております。それぞれの用途に合わせて場所によって材料は違うと、混ぜてはなくてそれぞれのパーツで分けているということですね。まあ皆さんね、木でできているプラスチックが使われている、どうでしょう、燃えやすいのではないかという心配があるかもしれません。どうなんでしょう。それは結構皆さんおっしゃられるんですけど、我々木材側の人間からすると、木はもうプラスチックに比べて圧倒的に燃えにくい材料、プラスチックって考えてみると石油でできてるんですよね。なのでもうすぐ燃えてしまう。だけど木っていうのは皆さん炭になるとか炭化するっていうのを想像していただけるといいと思うんですけど、木って火がつくと炭化する。で、炭化するってのはすなわち酸素をシャットダウンするんですよね。だからそれ以上火が広がっていかなくなるっていうところで、逆にプラスチックに木を混ぜることで耐火性は良くなるというふうに解釈していただければいいと思います。皆さんね、そこら辺正しく理解するようにお願いします。そして鉄より強いんだよというようなお話もありますが、どうして鉄より強いんでしょう。結局その鉄よりか強いっていうのは、例えば重量に対してどれだけの強度があるみたいな、その重量を、強度を例えば重量で割った時に木っていうのは非常に軽くて強い材料だっていうのはよく言われます。まあ、そういった意味で木っていうのは十分しなやかで強い材料であると。ただ最近セルロースナノファイバーっていう研究が結構盛んに行われてるんですけど、セルロースを一本に取り出すことができたんですよね。でその強度を測ってみると、これすごい強いぞというところで、鉄よりか強いって言われてるんですけど、なかなか実際使おうとすると、なかなかそのセルロースナノの状態で使うとはすごく難しいので、本当にその強度を引き出すにはもう少し研究開発が必要かなと思っております。なるほど。木材を使うということなんですけれども、木はこちらにあるように粉のような状態に加工されるんでしょうか。はい、木を粉状に加工するんですけど、ここが結構ポイントで、やっぱり綺麗な形で形状も揃えないといけない、サイズも揃えないといけない、そこの技術をしっかりと作って、そうするとですね、最終的に材料となった時に非常に品質安定したものになるので、そういった形で粉状に加工しております。このような工夫がされているということです。1台のこの木丸に、杉の場合ですけれども、何本ぐらいの杉を使うんでしょう。意外とそんなに多くはなくて、やっぱり杉って大きいですから、はい、もう本当に1本あれば大体これできちゃうかなぐらいな感じなんですけど、やっぱりあれですよね、自動車っていうところで本当にたくさんこういったものをお客様のところに届けることができると、たくさんの木材が使われるので、早くそういうふうになりたいなというふうに思っております。そうですね、これから期待しましょう。そして、二酸化炭素削減割合なんですけれども、普通に、作った場合と二酸化炭素の削減割合、車の上部と下部で割合が違うというようなお話があったんですけれども、ご説明していただきましょう。はい、二酸化炭素の排出量とかっていう形でいきますと、例えば全部植物で作る、例えばプラスチックの部分もバイオ系のプラスチックを使うと、もう 90% ぐらい CO2 を削減できると。でさらに例えばプラスチックの部分をリサイクル材を使ってやる場合ですと、 60% ぐらい CO2 を削減できるとか、その場所場所によっていろいろとCO2 削減量は違ってきます。屋根の部分なんかも 93% も、はい、そうです、削減できるということです。そのパーツによって違うということなんですけれども、木丸にはタブウッドを使われているんですけれども、ほとんどの部品にタブウッド使われていると考えてよろしいでしょうか。もうルーフもそうですし、インパネバンパーもそうですし、すべてのボディに使われております。バイオプラスチックを使っているというとね、なんか分解されるというような印象を持っている方もいらっしゃるかもしれません。その辺をお伺いしましょう。分解されるプラスチックとは違うんですか。生分解性プラスチックを使うっていうのが、やっぱ自動車の場合なかなかね、生分解されちゃうと困っちゃうので、我々はそういったものは使ってないんですけれども、自動車以外の用途であればそういった世界もあってもいいのかなというのは思っております。この車、リサイクルできるそうです。このタブウッド自体がリサイクルできるものなんでしょうか。タブウッドは非常にリサイクルが得意な材料でして、例えば通常ポリプロピレンにガラス繊維を混ぜて耐熱性を上げるようなプラスチックがあるんですけれども、ガラス繊維ってリサイクルできないんですよ。要するに1回使った部品を砕いてもう1回加工するとガラス繊維が折れちゃうので、どんどん繊維が短くなっていってしまって、やっぱリサイクルするたんびに強度が落ちていく。その点木材っていうのはとてもしなやかな材料なので、何度リサイクルしても性能が落ちることはないので、そういった意味でもエコな材料だと言えるかなと思ってます。木丸から木丸ができるというようなイメージ。そうです、まさにその通りです。繰り返し使えるということです。そして長くも使える。はい、僕らすごく考えているのは、やっぱり木材っていうのは例えば20年ぐらいかけてしっかりと CO2 を吸収して育った木、その木であればやっぱりその木を使ってやっぱ20年は使いたいなと、リサイクルとかを繰り返しながらやっぱ20年以上は使いたい。でその一方で山では新しい木を植えるっていうようなことができると、森もどんどんきれいになっていくし、で一方でその町にみんなをこう、町のプロダクツにはみんな木が増えていくということで、僕らはそれを森を運ぶって呼んでるんですけど、こういう工業とか製品を通じて皆様の近くに森を運べたらなというふうに思っております。森を運ぶ車ですよ皆さん。それでは、実際に、ね、乗ってみたときに皆さん気になる航続距離ですとか最高速度に伺ってみましょう。この車は基本高速とか走ることできないんで、高速距離としてはフル充電で60キロぐらい走れますし、速度的にも60キロは出ますので、普通の行動で安心して運転できる車だと思ってます。はい、航続距離60キロ、最高速度60キロだそうです。随分ね、速く走ることができるんですね。こちらのバッテリーはもう鉛バッテリーをこれは使っております。今、電気自動車の車体の軽量が小型化なんていうふうに言われてますけれども、他の車種にも応用されていると伺いました。タブレット自体は結構いろんな部品にもうすでに使われてまして、例えばランプのブラケットだとかハーネスプロテクターだとかバッテリーキャリアみたいな形で一般のトヨタの車には採用されてるんですよね。だから結構皆さんご存知ないと思うんですけども、もしかしたら皆様の近くの車の中に部品として入ってるかもしれません。もうすでに市場に出て皆さんの役に立っているということです。電気自動車なんかは割とね、金属使ってどうすんのなんていう話ありますけれども、この車を作る時の金属の削減にもなりますでしょうか。そうですね、やっぱりね、金属は金属の良さがあるので、もう一概に言えないですけども、やっぱり最近は本当にプラスチックが増えてきているので、そういったところをこういったもので置き換えていけれるといいなと。ただバッテリーキャリアみたいなものに関して言うと、以前は金属だったので、そういったものも置き換えることができるようになったっていうのは、だいぶ技術的には進化してきたかなというふうに思っております。私たちがね、車に乗って見えないところはあります。そういうところもね、タブウッドのような環境に優しい素材に変わっているということです。素材のね、タブウッドのお話ししますけれども、タブウッドの特徴、形を作る、表現する、繰り返し使える、長く使えるとあります。今まで、形を作る、繰り返し使える、長く使えるというのをお話ししてきましたけれども、表現するという特徴があるということです。どういった表現ができるんでしょうか。昔はタブウッドって機能部品でほとんど見えない部品しか使われてなかったんですけれども、やっぱり見た目が結構木材が入ってたりするところはよくわかるので、これをデザイナーの方がエコだっていうふうに捉えてくださって、こういったものを積極的に見せていこうっていうようなことを考えてくださると。でそれを我々表現をするって呼んでるんですけれども、例えば最近ですとタブウッド、自動車以外にも採用とかがされてきてて、例えばテーブルウェアみたいな食器、そういったものに使われたりし始めてます。隈研吾さんの食器。そうそうそう、まさにそうです。はい、私たちの食卓でも利用が、ね、できるということなんですね。はい、また話が戻るんですけれども、この車の強度ですね、どのぐらいの強度があるかも研究されています。教えていただきます。はい、車っていうのは例えば強いとか弱いとか柔らかいとかいろいろあるんですけど、結局そのバランスが一番大切なんですよね。例えばガチガチに強くしていくと硬くて脆くなっていってしまうし、で柔らかいとやっぱりそれだけ強度はどうしてもなくなってしまうので、そこのバランスをうまくとって、我々はその部品に対して最適な物性になるように、例えば木粉の量を変えたりプラスチックの種類を変えたりというところで設計して材料を作っております。パーツによって。はい、まさにそうです。であとパーツも大きさが全然違うので、例えば大きい部品ですとシャッシュ成形ということである程度流動性がないといけないと。からそういったところも加味しながら材料を作っております。強度ですとかね、曲げとか歪みとか印長強度 MFR とかね、そのバランスで研究が進められているということです。それではタブウッドの名前の由来を教えていただきましょう。私はね、タブ抜きのタブかなと思ったら違うんですよ。もう本当にお恥ずかしい話なんですけど、すごくシンプルで、トヨタ車体という会社でタブウッド開発してまして、トヨタオートボディウッドってで TABWD って言って、そこから取ったのがタブウッドって我々呼んで、愛称としてタブウッドというふうに呼んでおります。まあその会社を愛する気持ちも含まれているというような。いや、もうその会社というか、まあ我々こういう植物の研究をさせていただいてて、もう本当にもう感謝しかないんですけれども、まあそういうのと、やっぱりあとはもしこういったものがやっぱりポピュラーになっていったときに、タブウッドっていうのが本当にブランドというかポピュラーになってきたときに、トヨタ車体っていうのは環境にいいことをやってる会社だなっていうのをやっぱり皆様にも知っていただけるっていうのは非常に嬉しいかなと思っております。はい、私たちもね、車っていうのとボタニカルっていうのがもう正反対のものっていうふうにね、思われてるかもしれませんけれども、今は違うんですよ。はい、皆さんね、そういうところも理解していただきたいと思います。はい、この可愛らしい木丸、どういうところに展開していくんでしょうか。展望を教えていただけますでしょうか。こういった見た目の車っていうのがまず本当にお客様に受け入れていただけるのかなっていうのはとても興味があるところですし、せっかくこういった車を仕立てるんだったら、できるだけこう地産地消というか、自分のところで取れたもので自分たちで作ってこういったものができるっていう、そういった地域性みたいなものをこういった車で出せれたらいいなっていうのも考えてますし、そういったところにはまるアプリケーション、そういったところを考えながらお客様に使っていただけるような場所を考えていきたいなと思っております。農家さんとか高齢の方がいらっしゃったり、坂道があって大変だなんていう時も、きっとこういった車の本当に嬉しさっていうのは、気軽にどこかに行けるっていうところなんじゃないのかなっていう。お年寄りの方とか簡単にどこかに行けるとか、そんなにこうなんですか、苦労せずにどこかに近くに行けるとかで、そういったのは結構面白い使われ方かもしれませんね。そういうのはこれから考えていきたいと思います。バスが廃止になっちゃったとかね、いろいろほんのちょっとしたお買い物でも困っている方いらっしゃいますので、ぜひね、こういうところにお役に立つような車になってほしいなと私も思っております。さて、私ここ発見したんですけれども、モバイルトイレにもタブウッドが使われているそうです。ご紹介していただきましょう。このプロジェクトは結構僕らも正直一番驚きのプロジェクトで、パラリンピックがあった時にモバイルトイレっていうのはトヨタが開発したと。でその内装にタブウッドを見せて使いたいって初めてデザイナーさんが声をかけてくださったんですよ。でこれ見せるんですかって言ったら、やっぱり植物を見せるっていうのがこの価値だっていうふうに言ってくださって、その時初めてあれ、もしかしたらこれって見せる価値というか、衣装とか表現できるっていう、そういったところにあるんじゃないのかなと言って、こう衣装性に富んだ材料の開発を進めました。木の香りがするんですか？もちろん木の香りもしますし、見た目的にも木が入ってるなってよくわかります。素晴らしいですね。はい、木丸くんのね、私荷台を開けたんですよ。そしたら甘い木のね、甘い香りがしたんです。ひょっとしてこれは？はい、もちろんこれは木の香りになります。本当にね、乗るだけで癒されるような木の香りに包まれているような感じします。はい、タブウッドの一番目指しているところを教えていただきます。我々はタブウッドっていう材料を介して森と製品をつなぎたい。で森には森のサイクルが、循環のサイクルがあって、木を切って使う、で CO2 を吸収する、そしてまた使う、そしてまた木を植える、で CO2 を吸収して育てるって、このきれいなサイクルをしっかり回すこと。であと商品としてのサイクルとしては、部品を製造して使われて、でそれをまたリサイクルしてまた使う、そういったサイクル、この2つのサイクルをタブウッドっていうものでつなげることができたら、地球にはもっともっと緑が増えて、気がついたら CO2 が減っていく、そんなような世の中になるんじゃないのかなというのを夢に描いて開発を進めております。私たちもそんな世の中になったらいいなって願っております。トヨタ車体さんの木丸、そして静岡大学西村先生のお話いかがでしたでしょうか。トヨタ車体さんの木丸もとっても可愛らしくて、本の中に出てくるようなお車なんです。映像は YouTube の方でご紹介したいと思っております。同じく木でできたお車シリーズとしてですね、緑色がメインの緑丸というお車もあります。ほんと可愛らしくて、こういう車がたくさん街を走ったらいいなと私も思います。ボタニカルと車、もう相反する存在ではありませんね。これからの技術開発も期待できますよね。もうボタニカルなものからイノベーションが生み出されるわけですから、これも素晴らしいことですよね。さらにですね、西村先生はセルロースナノファイバーという世界も研究されているということなので、これからもどのような展開で成長していくのか、こういう分野も注目ですよね。皆さんはどういうところにこの木丸を走らせたいですか？私はもう街で走っているその地域の乗り物、例えばもう郵便局の車とかガス会社の車とか、本当にバイクで走っているところを全てね、木丸が走ったらいいななんて思っています。やっぱり研究開発が進んで新しい技術がどんどん出てくるんですけれども、そのやっぱり経済というのは需要と供給のバランス、このサイクルがありますので、技術だけが進化していっても私たち消費者ですとかユーザーさんの需要が高まらないと、なかなかうまく好転していかないですよね。ですからもう私は環境への意識が高い方を増やして、環境に良い車が増えていくようにね、これからも私も皆さんにご案内していきたいなと思います。はい、ということでお時間あっという間に経ってきてしまいました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索しますと、この番組のお便り送信フォームが出てきますので、そこから番組の感想ですとか曲のリクエストがありましたらぜひ送ってくださいね。引き続き川崎 FM でお楽しみください。ということでご唱和です。来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。